欧州スーパーリーグ。欧州スーパーリーグとは、欧州クラブ連盟によるチャンピオンズリーグに対抗する新たなリーグ戦。今、このスーパーリーグがサッカー界に物議を醸している。18日にスーパーリーグにスペインからアトレティコ、バルセロナ、レアル、イングランドからマンチェスターユナイテッド、マンチェスターシティ、チェルシー、アーセナル、トッテナム、リバプール、そしてイタリアからはインテル、ユベントス、ミラン、以上の12クラブがスーパーリーグへの参加を表明。この12クラブが創設クラブとなっております。ちなみにあと3クラブが創設クラブに参加する予定です。ドイツ勢、フランス勢は参加を拒否しております。これに加えて大会フォーマットも発表されました。15の創設クラブプラス5クラブを2つのグループに分けて10チームずつホームアンダーウェイの試合を行う。そして上位3位は決勝トーナメント進出、4位から5位はプレーオフを行って勝ち抜いた2クラブが決勝トーナメントに加わって8クラブで決勝トーナメントを行うというものになっております。ちなみにスーパーリーグの初代会長はレアルのペレス会長です。欧州スーパーリーグの発表で UEFA は公式声明を発表。スーパーリーグに参加したクラブは国内外の大会に参加不可、そして在籍選手は代表チームでのプレーもできなくなるという声明を発表しました。もちろん FIFA も同じ意見なので、ワールドカップも出場できなくなる可能性もあるとのことです。はい、ということなんで、ちょっとね、簡易的に欧州スーパーリーグに関してまとめてみたんですけど、まあおそらく皆さんね、もうサッカー大好きな方だと思うので、まあ自分なりにね、いろんなニュース見たりとか、ツイッターでいろんな人の発信見たりとかしてると思うんで、まあ皆さん把握してると思うんですけど、なんか大変なことが起きてると。まあこれに関してはね、本当に多分というか、めちゃめちゃ大人の事情がもう絡みに絡みまくっちゃってるから、何がとかちょっとわかんないけど、ビッグクラブ側のこうなんか意見と、なんかこうウェファという組織の意見と、なんかいろいろこうぐちゃーってなってね、なかなか難しい問題なのかなと思うんですけど、皆さんはどうですか、このスーパーリーグ、欧州スーパーリーグ。俺はね、割と中立、なんかでもちょっと中途半端な感じになっちゃってるけど、まあどっちもわかるな、みたいな感じ。まあ見てみたい気もするけど、まあでもそれなんか、そんな、なんか長期間やってもな、みたいなのもあるし、そのお金がとかも、まあコロナでね、どこのクラブもこう財政がちょっと厳しくなってみたいな話もあるんで、お金がないとそもそもクラブ運営できないっていう、そのあれもわかるし、でもちょっとファンのこと考えてくれ、サポーターのこと考えてくれっていうのもわかるし、もどかしいですよね。みんなやっぱブチ切れてはいますね、基本その著名人の方とかは。まあ正直ね、ちょっとね、この動画よりももっとね詳しく説明してる方って多分たくさんいると思うんで、なんか俺が見たやつとかだと、スーパーリーグの賞金総額なのかな、なんかわかんないけど、チャンピオンズリーグと比べると5倍ぐらいあったりとか、やっぱお金の面がすごいらしいですね。なんかダゾーンが絡んでたりとか、まあそれ以外もすごいなんか出資されたりとか、まあかなり経済的に潤う状況にはなってるみたいなんですけど、なんとも言えない、むずいよね、これは本当に。まあでも俺は中立だけど、チャンピオンズリーグがやっぱなんかヨーロッパで最高峰の大会は結構好きだな。なんか、まあ、多分思い入れとかもあるのかもしれないけどね、わかんないけど。なんかね、UEFA の組織が腐ってるみたいな話があったりとか、まあどれがね、本当のニュースで、どれが嘘のニュースでとか、まあ自分で判断しなきゃいけないから、なかなかね、ネットニュース、どれ信じたらいいかわかんないってのあると思うんですけど、まあそれはちょっと自分なりにね、調べて、まあ見てみるのがいいのかなと思います。はい、ってことで、一サッカーファンとして、今回のこのニュース、かなりどでかいニュースなので、あまり普段ね、このチャンネルでは、そのリアルのサッカーのこうニュースとかは、動画で発信したりとかしないんですけど、まあ一応ね、なんて言ってもこのゲームは、まあさ、このゲームってなんだ、このチャンネルはね、まあサッカーゲームのチャンネルなので、次回はですね、スーパーリーグ問題で起こるサッカーゲームのライセンス問題に関してちょっと動画作っていこうかなと思いますので、まあそちらの方もね、ちょっと重ねて見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、ってことなんで、このスーパーリーグに関して意見とかね、感想とかあればぜひコメント欄の方に書いてもらいたいのと、あとちょっと俺が最初に冒頭で言ったところで抜けてることとか、補足、これはこうですよとか補足があれば、そちらの方もね、コメントの方に書いてもらえたら嬉しいなと思います。あとね、喧嘩だけはしないようにしてくださいね。コメント欄でなんか喧嘩みたいになっちゃうのはちょっと良くないと思うんで、こういうなんか話題ってちょっとそういうのになったりするじゃん、それだけはやめましょう。いや本当にどうなることやら。はい、ってことなんで、最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、パリアー。